室井柚月氏がフェミの存在に苦言。女の人権を考え、こうであるべきと言ってる人が、女の選択肢を奪ってるんだって。ガネットではない。内容はこちら。室井氏がフェミの存在に苦言を呈したようです。では、室井氏の発言を見てみましょう。室井柚月。女の人権を考え、こうであるべきと言ってる人が、女の選択肢を奪ってるんだって。ええ、私は堂々と、専業主婦にもなる選択肢もありですね。裸の仕事やレースクイーンやホステスも堂々とやりました。私は私について責任を持ちますし。私の現在も、私の過去も、私の未来も、私のもの。生きていく上で感じる、快も不快も私のもの。まさしくそうだと思います。フェミは結果的に女性の選択肢を次々に奪っています。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。女性の人権をことさら大きな声で言う人たちは女性の生活を本当に見ているのだろうかと疑問です。私もそんなことを言う人たちは自分の理想像を押し付けてるとしか見えない。声の大きい人の根本は、自身のコンプレックスを他人の責任としたい、と感じます。ものすごく幼稚な思考だなぁと、個人見解です。おそらく声の大きな人たちは、劣等感の塊なのだと思います。だから、輝ける女性たちにひがみの感情を持っているのではないでしょうか。次はこちら。室井柚月、かっこええ。なんだか人が変わったようだな。この論調が続くなら応援します。室井さん素晴らしい考えです。賛成しますよ。最近いいこと言うようになったね。もう最近の室井柚月は頼もしい限り。覚醒。室井氏の覚醒は今もなお続いているようです。次はこちら。旦那さんが奥さんに楽をしてほしいから専業主婦にさせるのもフェミ界隈はああだこうだ言うのですかね。やれやれ。そこは同感です。女性の人権が、地位が、って言ってる人たちによって、専業主婦が悪き者みたいになり、立場がどんどん狭くなっているのも事実です。専業主婦は女性じゃないんでしょうかね。女が輝くのになぜ専業主婦は除外なのかは理解できない。一部の人たちは、他人が自分と同じか、それ以上の苦しみを持たなければ許さない人がいて、その判断も自分本位だからめんどくさい。外で働く女も、うちで働く女も、どちらも自由に選択していいじゃないと思うんですがね。やっぱひがみですかね。なぜフェミは、専業主婦に発狂するのでしょうか。やはりひがみなのでしょうか。最後はこちら。天下の悪法。日本全国の AV 女優さんたちから仕事の機会を大幅に失わせた AV 新法についてもご意見をお願いします。女が自ら女が生きにくい社会を作ろうとしてる。良くない流れだな。結局フェミニストが女性とはこうあるべきと考えること以外の選択肢を奪ってるのよね。女性にとって一番の敵はフェミニスト。女を盾に自分の主張を広めたり抗菌チューチューしたいだけ。裸の仕事もホステスも立派な仕事じゃないか。それも容姿端麗な女性にしかつくことのできん仕事。単なる不細工のひがみじゃ。女性の仕事を奪うんじゃない。フェミによる社会構造破壊は即刻止めなければいけません。結論。フェミニストの歪んだ思想に多くの真っ当な人々が気づき始めています。フェミニストによりアニメ文化が壊される前に、フェミニストにより女性の仕事が奪われる前に、フェミニストにより社会構造が破壊される前に、フェミニストにより抗菌チューチューされる前に、多くの真っ当な人々で批判の声を上げ、フェミニストの暴走を止めなければいけないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。